異国の戦では野戦でも鉄砲を使い柵を立て塹壕を掘り野戦築城なるものをするというか今の鉄砲は命中率が良くないでの牙のような動くものにはなかなか当たらぬ。しかも雨に濡れると使えぬでの。思案のしどころじゃの。これ、異国の戦話が聞けるせっかくの機会ぞ。殿が宣教師と共に来た商人を呼んでくれたというのに。捨ておけ。そやつに戦場でのやり働きは期待しておらぬ。では、こやつに何を期待しておりまするので、こやつには人を引きつける魅力がある。そなたが良い例よ。低い身分であったこやつの婚儀の媒酌人をしたであろう。そうさせる魅力がこやつにはあるのよ。うるさい。殿、鉄砲の音にひるまぬ馬はありますまい。それが何百何千となればなおのこと。良き策は声高には言わぬものじゃ。策は密なるをもってよしとせよ。それは良き考えではないか。黙れと言うておる。殿、徳川家康より急死が参り、武田勝頼が長篠城に攻めてきたので、至急援軍を請うとのこと。そうか、矢の者、出陣。殿はこの丸太をどう使うつもりなのかのう。あ、それは氏里殿がお分かりであろう。策に使うのでしょう。先に話のあった野戦築城をするものかと。では、何故このようにゆっくりとした行軍なのであろう。梅雨だからでしょう。雨では鉄砲が使えぬゆえ、できるだけ戦の日を遅らせたいのかと。わしもそうだと思っておった。織田、徳川、援護軍を迎え撃つ。敵は我が軍よりもかなり多い様子。ここは撤退すべきかと。何を言う。今の武田は過去最大の領土。勢いのある今こそ我が名を天下に示し、父信玄からの代替わりを宣言する好機ぞ。打って出る。二旗立なし。ご将覧あれ。二旗立なし。ご将覧あれ。勝頼は一部の兵を長篠城の押さえに残して、西の設楽原に出陣。織田、徳川連合軍と向かい合った。